ペントハウスはブレット・ラトナー監督による2011年のクライムアクションコメディ映画である。ニューヨーク・マンハッタンの超一等地にそびえ立つ全米一致の最高級マンション、ザ・タワー。タワーの管理マネージャーである著者にとって最上階のペントハウスで優雅に暮らす大富豪アーサー・ショーは憧れの存在だった。しかしある日、20億ドルの横領疑惑でショーは FBI に 逮捕されてしまう。しかも、ショーは、タワーの従業員の年金までも横領していた事実が、判明する。怒りに燃える助手は、幼馴染みの泥棒スライドを誘って、仲間と共に、ショーから金を取り返そうと考える。カッコ内は日本語吹き替え、ペントハウスのアイデアは2005年をはじめ、エディ・マーフィが、プロデューサーのブライアン・グレイザーとブレッドラトナーに、クリスタッカー、ケビン・ハート、 デイブ・シャペル、トレイシー・モーガン、マーティン・ローレンスら黒人オールスターキャストが、ドナルド・トランプとトランプタワーに強盗を仕掛けるという内容で企画がスタートした。映画は、もともとはこのコンセプトの下で、トランプ・ハイストという題は付けられていた。脚本は、アダム・クーパーとビル・コラージュによって5年をかけて執筆され、その後ラッセル・ジェ・ウィルス、ローソン・マーシャル・サーバー、テッド・グリフィン、 レスリー・ディクソン、ノア・バームバック、ジェフ・ナ・サンソンにより書き直された。脚本を書き直すにつれ、徐々にコメディアンのアンサンブルから二人のキャラクターに焦点を当てた物語へと移った。またその頃、エディ・マーフィンは降板した。書き直された脚本は、かつてラトナーがラッシュアワー2を監督するために降板した、オーシャンズ11のリメイクのような内容であった。プロジェクトは、 数年にわたって推移し、ラトナーはサブウェイパニック、ショーン・コネリー、盗聴作戦を含む1970年代の強盗映画を楽しみ、彼は本作を監督するためにモンスター上司を含む他の作品を降りた。ラトナーはエディ・マーフィと働きたかったと主張した。マーフィは脚本が完成し、スティラーの参加が決まった頃にプロジェクトに復帰した。 マーフィはグレーザーやキムロスと共にプロデューサーも兼任する。2010年10月末、公開日が2011年11月4日に決まった。オリジナルのコンセプトがあまりにもオーシャンズ11に近いと感じたラトナーはラッシュアワーのナサンソンを脚本に起用しようと考えたがその時点ではできなかった。ラトナーは代わりにオーシャンズ11の脚本家だったグリフィンを雇った。 グリフィンは、コンセプトにリアルな動機づけと心臓を持ち込み、リッチなドナルド・トランプ上でのアンサンブルの強盗を展開する前提ではなく、その代わりに、彼らの年金を横領したバーナード・マドフのようなビジネスマンに雇われる、ブルーカラーの従業員に焦点を当てた。ラトナーはそのピッチを気に入り、彼の承認を得た、それをグライザーに見せた。スティラーが脚本を読み、プロジェクトに参加すると、 ラトナーは、ノアバームバックに、スティラーのキャラクターを書き直させた。ナサンソンもプロジェクトに乗り込み、2010年10月に、グリフィンの脚本の最終的な書き直しを行い、生涯と複雑さとキャラクターの得意性を追加した。メディアを再生するニューヨークでの撮影の様子2010年11月に8500万ドルの制作費で、ニューヨークで撮影が開始された。 プロダクションデザイナーのクリスティ・ズイーは、タワーとショーのペントハウスの贅沢な環境に組み込む、美術を研究するために、いくつかの高級ホテルや高層住宅を訪問した。ズイーは、タワーの洗練されたロビーのデザインを作成するために、研究中に見たの要素と融合させた。ショーのペントハウスは、コロンバスサークルセントラルパークウエストのトランプインターナショナルホテルタワーの最上階から、 インスピレーションを得ている。ズイはラトナーが提案した特定の芸術作品に基づいてショーの実態を表現するための作品をアパートに持ち込んだ。ズイはパブロ・ピカソ、フランシス・ベーコン、サイ・トゥオンブリー、アンディ・ウォーホルなどの芸術家によるモダンクラシックの再制作デザインを使用することを決めた。サウンドトラックはクリストフ・ベックが手掛けた。タワー・ハイスと オリジナルモーションピクチャーサウンドトラックは2011年11月1日にバレーズサラバンドレコーズより発売された。全22トラック40分である。ワールドプレミアは2011年10月24日にニューヨーク市のジーグフリード映画館で行われた。批評家にはおおむね肯定的な評価を受け、ロッテントマトズでは175件のレビュー中68%が支持しフレッシュとなった。 メタクレッティックでは39の媒体でスコアは59、100となった。シンネマスコーに観客調査では A から F までの範囲で B 判定となった。2011年10月5日、ユニバーサルピクチャーズはペントハウスの劇場公開から3週間後にコムキャストのビデオオンデマンドシステムを用いて59.99ドルで家庭用レンタルすると発表した。これは アトランタとポートランドで実施されるテストケースとして発表された。この動きによりチケットの売り上げに影響を与えるという懸念から映画館チェーンからの批判を受けた。後日、合衆国で3番目に大きい映画館チェーンであるシネマークシアターズがユニバーサルがテストを進めている間は本作を上映しないと発表した。2011年10月11日、ギャラクシーシアター。 リージェンシーシアターを含む独立系の劇場もボイコットを宣言した。さらに後日には950スクリーンを持つナショナルアミューズメント劇場チェーンが加わった。これによりユニバーサルピクチャーズは予定していたテストを中止するという声明を発表した。ありがとうございます。